触れずに迷いがない。あれ以上のドラムソロ知らない。その自分の中に道ができた。日本のドラマー界明るいなとか。どうも、ドラマーの辻でございます。そしてどうも。いや潰されたもうダメだ殺されたはいどうもティーチングプロドラマの辻でございます、どうも、高校生の片山晴人ですもうダメだなんかねあの視聴者の人からするとねなんか俺がずっと晴人いじめてるみたいな感じの絵面に映ってるかもしれません、ね、いじめられてるんですよ、うん、かもしれないそんなことないです、うん、そうですねもうこんなに小さくなってる師匠見たことありますか皆さんやっぱ好きなドラマ、ね、ベストドラマ、ね、3選ってことであの知ってるドラマもいるかもしれないし、うん、知らないドラマもいるかもしれないので今回紹介するドラマのはちょっといくつか動画を貼っておきますのでぜひ、ね、この動画見終わってから概要欄チェックしていただいてまだ行かないでそうまだ行かないでああそうなんだってダメですよダメですよ、はいご紹介していただこうかなと思う。まず1人目一、ね、人目はまあ、うん、皆さんご存知デイブ・ウィックルさんですね。結構これはドラム始めた頃からこの人は聴いてて、うん、そう親も一応ギターをやってるんですけど趣味で、うんうん、そうで親が知ってるドラマーだったんで、うん、教えてもらって、うん、で聴いてやべえなこの人っていうのは思ったんですよ。でこの人のすごいところってまあ個人的な意見なんですけど粒が綺麗すぎるし綺麗だよねあと余裕があるあと触れずに迷いがないドストライクなんですよ自分の中ではああやべえ、ね、そうでああやべえこんなドラム叩きたいなってめちゃくちゃ思ったんですよ、うんうんうん、めっくり僕はもう大好きですねあの人あ確かにじゃあ2人目いってみましょうかいやどうしようさっき決めたんだけどやっぱ迷うな本当にいやーまあまあバディリッチでバディリッチもうドラムの神様ですよね、はい、神様シングルストロークあんな綺麗に叩く信じられないですねあのビッグスイングフェイスっていうアルバムの中にラブフォーセールっていう曲があって、うん4小節ぐらいかなバーッと叩いてるだけなんですけど、うん、僕ねあれ以上のドラムソロ知らないです、うん、僕の中であれもうナンバーワンドラムソロですとんでもないんですよあれは多分俺真似できないあれはドラマーだったら全員できるようになりたいでしょできるようになりたいと思うけどあんなこうやってシングルストロークずっとやりながらこうやって上がっていってリムでこうやってカチャンってやってみたい信じられない知らない人は絶対見た方がいいです、うん、バディリッチだけはもうオールジャンルもう全員ドラマ見た方がいいですドラムって極めすぎるとあんななるんだみたいな本当に基礎トレーニングをやればやるほど、うん、どんだけ遠い人か分かる、ね、分かるとは思うんで、うん、もうぜひあの見てください俺ね昔ねなんかね誰かの動画あこれねこうピー入れますけど、うん、ライブの動画のコメントでね、うん、なんか俺はジャズが好きだっつってでも日本のジャズは興味ないとかってコメント書いてるやつがいて、うん、このドラマあのアマチュアかみたいなコメント書いてあって、おーこの演奏聞いてアマチュアって思えるんだったら日本のドラマー界明るいなとか皮肉だなそうでね、はい、で他の人がなコメントでえめちゃ日本で有名なプロドラマーでって、うん、いやバディリッチぐらい叩けなきゃ話にならないよってお前ねバディリッチをねいきなり引き合い出すのはね やめなさいやめた方がいいそうあのねドラマ分かってねえんだなと思うんでバディリッチクラスがゴロゴロいると思ってんのかな世の中にいないからいない3人目はもう昔から大好きなスティーブ・ガットさんですね特にこれやべえなって思ったのが、うん、あのエイジアもうがなんか本当になんか今までのドラムの固定観念をぶち壊された感じがあったんですよ、うん、基本もうそれまで、うん、
8ビート刻むこととフィルインすることしか知らなかったんで、うんうん、まあ、まずシンバリングのほんと綺麗な音から入ってって、うん、すごいよね、あれ。でもうそっからもういろいろあるじゃないですか。もうほんと聞いてほしいんですけど、うん、もう今めちゃくちゃ聞きたくなったんですけど、うん、いやドラムってこんな自由だしこんなやっていいんだみたいな、いろいろその自分の中に道ができた人ですね。スティーブ・ガットはやっぱやっぱり間違いなく名実ともにあの世界のトップドラマーだと思うんでね、うん、あの聞いたことない人はね、もうぜひもう聞いた方がいいですよ、うん、なんかジャンル問わず聞いてほしいですね、うん、まあ、他にもでも好きなドラマーはたくさんいるんですけど、うん、確かにね、難しいですけどね、うん、3人選べて、そう3人選べってね、これ動画的には要あるパターンなんでね、うん、ちょっと今回採用させていただきますすいません本当にらが紹介したドラマの方のね、ちょっと参考動画は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てください、チャンネル登録高評価の方、ぜひお願いします。ね、パン屋で働いてる方もね、この動画見てるかもしれませんけど、まあ、パンをこねるっていうのもね、同じことの繰り返しもね、これドラムにもね共通すると思うので、まあ、パン作りの間にですね、この動画を見ていただきたいなと思っております。どういう本当にわからないなんでパン屋さんわからない。ちなみにパン屋さんは僕の保育園の時の将来の夢です。あ、本当、卒園式で僕パン屋さんになりたいっていう、あ、すごい、なんかじゃあパン屋さんになりたいって言ったんですよ、うんうん、パン屋さんになりたいの。パン屋さんにはパン屋さんになりたい。パン屋さんになりたかった。パンを作る人ではなくてパン屋さん。パン屋さんになりたかったんです。なんか思い出しました、ね。パン好きなんだね。パンが大好きです。どうでもいい。はい、オッケー。